さあやろうぜみんな。皆さんどうもこんにちは、ダイダラです。星のカービィトリプルデラックス、今日も進めていきましょうか。カービィ今日は登れたね。はい。ということで、今日も続きやっていきたいと思います。現在レベル4まで来たのかな。現在クリアパーセントは30% 手前か、 29% でーす。もう多分 30% いくかな今回で。はい。では、続きからいきましょうか。さて、現在レベル4のワイルドワールドまでやってきました。もう結構進んできたのかな？わかんねえ。半分ぐらいかな？カービィで6面で終わったり、8面で終わったりするからわかんねえや。だいたい6面なのかな？わかんねえ。はい。というわけでいきましょうか。ここですね、今日は。サンストーンの数は4つ。ステージ3に行きましょう。レッツゴー。何ここ？なんかコピー能力強いの来ないかな？わお！見て。目玉がある、あそこに。怖え。これなんだこれ？見た、あそこ目玉が、うわー、こっち見てる、カービィのこと。怖い。なんだあいつ。こんにちは目玉くん。えい、目玉攻撃できねえ。これどうすんだ。あ、壊せた。スカーフィール、やべえ。スライディングスライディングで壊して、あ、鍵発見。これいいだろう、アッパン。さあ鍵を使って入ればいいのかな。この目玉くん、なんだこいつは。さあ行こうか、中へ。なんだここは。さて、あ、出た、これ、コピー能力が強制的に剥がされるやつだっけ、ここって。ってことは、すっぴんでいかなきゃいけないところ。うこれ、え、ゴーストいた？さ、鏡に映ってるところ、ね、やつと映ってないのがあるんで、ああ、落ちたけど、床ないの、そこ。ちょっと。いや、これ、奥見ていいか、手前見ていいかわかんねえ。奥見たらいいのか、基本的に。今、やらかしたなぁ、こいつ。痛い痛い、許さねえ。いや、ぶん、これも。ほら、ここにおるで、敵。で、ここあかん、危ない。ここ危ない。落ちるからな、カービィ。さっき落ちたやつおるで。恥ずかしいやつや。これ壁あっていけない。じゃあ上だ。なんだこれ。怖え。ここも怖え。あ、下見て。キーホルダーある。これどうすんだよ。ゴールドがいる。よし。ここ、あ、下抜けれる。よし。ってことで、キーホルダー1個目獲得。怖えな、ここ。ほい。怖い。さて、あそこに、わお、美味しそうなものがあるけど食べることはできません。有料でーす。さあ、こっちのウォローか。さあ、こっちに、食べ物ある。カレーライスありがとうございます。美味しいです。体力満タン。さて、これでクリアかな？よかったー。なんかむずかった、ここ、本当に。よし、先進もうか。ちょ、待って。お、ゴールドがいる。へい。ボムス、バン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 ！ちょっと待って、今のコピー能力すればよかった、今。もう、ババババババーンじゃねえんじゃん。ちょっと待って、これ一回離れたら、このカービィで、ね、敵復活するんですよ。詰まるところね。はい、なんもないです。行きましょう。復活せんかったな、今。うん、復活してくれると思ったのに。おかしいな。さあ、じゃあ、どんどん行こう。床が抜けるタイプのやつだ、これ。床抜け丸。いや、床抜けない方行こう。なんだこれは。あ、いえ、忍者、なんで。よし。忍者タイム来た。忍者タイム。忍者タイム。よし。ありがとう。回復アイテム。回復アイテムじゃない。せい！忍者は強いからな。いや、コピー能力の中でも今作結構忍者がいいと思うんだけどね。どうなんだろう。せい！忍者のこの、ねえ、刀切りみたいな。これ、かっこいいよね。これ、ヒュンって切るやつ。さて、でも最近よく使ってるからな。ビームとか使ってみるか、久々に。ビームービームービームはこれが好き。うん。お、入り口発見。いいね。ビームって何が強いんだろうな。わかんねえよ。わ、なにこれ。はい、乗ります。ビビビビビ、好きなところへ行ってください。まあ、ここしかないやろ。発射。発射。2連ミサイルからの最後の一撃。発射。これでどうや。オッケー、オープンやで。ってことで、サンストーン。1個目獲得。まだ1個目？大丈夫、1個目だった、危ねえ。ドキドキしちゃったよ、今。はい。では、戻ろうか。ビームのコピー能力をうまく使えるところはあるんでしょうか。ねえ、ビビ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 ビ。威力低いな、やっぱりビームって。ビームって、通常攻撃これ威力低いよね、確か。全然効かねえもん、敵に攻撃。どうすんだよ、これ。いや、チャージ攻撃しかねえな。お、待って。ここ、壊せる。ほい。来たぜ。キーホルダー。ビームが消えた。俺のビーム！あ、でもどうせすっぴんになるんや。よかった。どうせすっぴんになるんやで、なんでもいい。よし。さあ、どんどん行こうか。敵もめちゃおるけど、ここ、乗れる？あ、乗れる。ワドちゃんもいる。
なんか変な感じ。栄養ドリンクもある。おいしい。敵いるけど倒す。やべ、手前見てると頭おかしくなるな、これ。手前見てると。なんだこれ。ここ立てるよ、みんな。ほら、すごい、嬉しい。なんもないけど。さて、次。こっち。鍵あるから鍵もらっとこうか。やべえ、お化けがいっぱい来た、これ。まずいぜ。よし。これで、鍵オープン。よーし、さあ下行こうか。よし、2個目の3ストーン獲得。うれぴっぴ。よし、さあ2個目獲得。レアキーホルダー探さなきゃな。やばい、レアキーホルダーこのステージ探しにもう一回も来るのめんどくせえから絶対見つけたいとこだよね。さあ、鍵見っけ。これ。ミイラみたいなやつくん。吸えないんだよな、こいつ。よし。ドーン。え、鍵オープンのところ。鍵開けようぜ、先。へい。こっちがいい、俺。さあ、こっちにしましょう。さあ、鍵を開けた先には。なんだ、これ。絶対動くやろ。絶対動くやろ。取ったら死ぬやろ、これ。え、大丈夫？本当に何もないの？襲いかかってこいよ。逆に、逆に来てってなる、それ。はい、というわけで変化しましょう。ビッグバンカービィ。これ吸える？ビッグバン吸えない。ここら辺のおじさんたち、このおじさんたち吸えるかな思ったけどダメだったわ。さあ、ビッグバンになったカービィはこっちへ行こう。吸えないの本当に、これ、このおじさんたち。あ、動き出した。やったやった。おお、お化けだぞ。いただきます。お化けくん、悪霊に囚われてるやつがいたら吸えるんだ、これ。いただきます。おいちい。よし、カービィ全部食べてもいいよ、その辺のやつ。ダメ、お腹壊す、カービィもね。え、お腹痛くなっちゃうよな、さすがに。鉄とかトゲトゲしたもん食ったらカービィでもな、痛いもんな、やっぱ。おいちい。お、鍵出てきた。もうなんもないかな、こっちは。よし、じゃあ鍵使って先行こうか。ビッグバンカービィ前へ行く。次、奥になんか見えるね。うん、なんだここ。本がある。本食べよ、おいしい。本おいしいのかな。カービィ味しないよ、それ。お皿だ。うおー、カービィお皿食べれるからな。さあ、今度は食堂っぽいとこやってきました。食料じゃねえ、ここどこだ。さて、動き出すやついた。ほい、お化けごと吸引。カービィもっとなんか全部まとめて吸ってもいいよ、お城ごと。あ、なんでこれ出てくんだよ。さあ、ストーン。もう無理やり置いてるじゃねえか。さあ、3つ目獲得。この調子でレアキーホルダーも出していただけないでしょうか。ふう、ということで、さあ行こうか先へ。さあ、なんか変なとこにある、ちっちゃい本棚のとこにある階段を登って。わーっと、サンドイッチセット、おいしい。なにこれ、絵の中に、絵の中になんかあるけど、なにこれ。これはちょっと一回やってみよう、いろいろと。これ引っ張るのだ、これ。わあ、火が差した、燃えたで。ああ、消えた。本物はあそこだけど、待って、向こう行きたい。出ていく、向こう。どうやって、どうやって向こう行くん、これ。ねえ。これ、開く？あ、壊れた！やった！さて、ぶっ壊した窓、その先にあったのは、太陽。サンストーン獲得、4の3コンプリート！売れピッピですね。さて、さあ、そんなが、なんだかんだ今探索してるわけですけど、レアキーホルダーは未だ見つからずですね、これ。レアキーホルダーどこだ？これまずいね。見つかんねえな、これ。まあ、行くか、一旦、こっちへ。この先にあると信じて。そう、なんだここ、ピアノがある。え、ピアノとゴール、絶対なんかあるだろ、これ。ねえ。絶対なんかある。吸ったりしよう。こっちは？絶対なんかあるだろ。いや、マジなんもねえの？絶対あるだろ、なんか。ほら。え？マジないの？これ。タランザの絵は飾ってる。マホロワの絵も飾ってんじゃん、ここよく見たら。マホロワ。ダメだ、なさそうだ。もういいや、ゴールしようか。というわけで、見事、ゴールー。え？いや、ゴールならん！なんだ？隠しちゃった？え？ちょっと！ゴール捨てるな、お前！なにこいつ！許さねえ。ふふふ。質問の中入ったじゃんけ、お前。おい！来いよ！
吸い込んでやるよ。これ出てこいよお前。吸い込むぞほら。ツボイン。こいついろんなものに入るだこれ。おいズルだぞそれ。こっち来てこいよ。吸い込んでやるよ。ほら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 。よしよしよし。さあ吸い込み。時計もゲット。まだある？なんかある？ピアノか？いや絵の中入った。絵の中に逃げるな卑怯者。さあ来い来い来い。ほらほら。やめて痛い。なんつうことしてくんねこいつ。もういよし一生吸い込んでやる。ほら。もう隠れもないぞ。ピアノぐらいやと。来たピアノの中入った今度は。うわあ怖い。結構普通に見た目グロいのやめろよそれ。ねえ。見た目怖いだろう、ちょっと。痛い。吸い込めないけど、これ。よし。カビ、ちょっと待って。カビ吸い込めてない、それ。まずい。ほら！さあ、ここ吸い込もう。おーし、さあ、ピアノごと、お化けも、キューイン！なんだ、こいつは。レアキーホルダーくれよ。あら、なんか空から降ってきたのは、ゴール。レアキーホルダーないけど取り逃してるなこれ。はーい、というわけでクリア。レアキーホルダーだけちょっともう一回探して旅に行こうぜ。みんなカタピッピだこれ。はい1、2、はいプロゲーマー。もう慣れたもんですねこれ。よかったよかった。はい、というわけで見事攻略をつぽいよ。イエイ。え、レアキーホルダー俺実は取ってるとかない？実は取ってるとか。ねえ、キーホルダー、ドドンと、あ、出た、川崎、死んだじゃないの？コック川崎に、ギップ、来ないだっけ？スパデラにいたらしい。ウルテラ？さ、カービィ。あ、やっぱ持ってなーい。これ、レアキーホルダー、取り忘れてたら絶対後で確認するの困難なんで、ちょ、もう一周行って探してきますね、ここ。くっ！さあみんな見て、クラッシュのコピー能力途中でゲットした。ドカンと一発吹っ飛ばせ。十字ボタンガチャガチャ押せば爆発力もアップする。あたり全部焼け野原だよーっていう。行くか。うわーダメだ。うおー誰もいないぜー。キャンセルできない。キャンセルできない。世界は終わり、敵は終わり、俺の勝ちっていうね、そんな感じね。探そう、頑張って。あー、やっぱここか。やっぱなんか一個だけトゲないとこあったんだよ。みんな覚えてる？ここ一個だけないとこ、ここ座ったったんだけど、俺上押したら入れる。これ気づかんやろ普通。よく気づいたな俺。え、これこっちやろ。ワンダップいらない。よし、やったーっていう感じ。あぶねー、レアキーホルダーあったわ。じゃあゴールしていきます。さあゴールしましょう。まあビッグバンでまだボス倒してて結構めんどくさかったねここ。さあゴールゲーム。いやキーホルダーでも結構集めれたからいいぞ俺は。いいぞ集中。はい、ポンポン。あいい、完璧。目つぶってるから大丈夫ね。実質1です皆さん。目つぶっててください皆さんも。おいよ。はい、見てキーホルダー、ほらフロッツォタコちゃんからのね、マキシムトマト。うわこんなだったな昔は。そして今回ゲットしたやつ、 UFO カービィ。 UFO のコピー能力とかもう一回復刻してほしいマジで。絶対楽しいってな。あー、それでは次のエリア行きましょうか。じゃあ行こうか。4-4へ。不吉だな数字的には。行きましょう4-4。さあどんなとこなのか、かかってこいや。行くぜ。さてほら忍者斬り。はい忍者斬り強い。忍者斬り返しがあるんだよね。忍ジャンプスイッチポチ。スイッチなんだこれ。なんかないかこの辺。何もないな。シュッ。で行こうか先へ。さて入り口から いきなり大層な仕掛けだなここは。え、雲糸切ってやるぜ。シュッ。さてカッターがいる。カッター使うか千年ぶりに。うわっとよける。カッター切り。いやでもファイターの方がいいわ。ファイター。待って、あれファイヤーじゃない？いや違う、あれファイヤーじゃなかった。ヘビが火吹いてるだけだこれ。
蛇が火吹いてるだけキック。あ、アイスもいいな、アイスもいいな。いや、なんも定まんねえコピー能力。いろんなコピー能力使っていこうなって約束したのに俺たちは。ねえ、使いたいコピー能力がこの世界には多すぎる。さあ後ろに行こう。さあ後ろ来た。後ろにはワンナップあるだけ。いや、上には何もないわって。帰ろ。何もないとこ、ほんとに。ワンナップあるだけ？いや、違う。絶対こっちの上に。何もないわ。行こうか、先へ。なんだよ、ワードちゃん！待って、ワードちゃん食べちゃった。上って。こんな技あったんやな、そりゃ。頬張り凍らせるみたいな。あ！サーカスだ！でもサーカスよく使うからいいや。さあ、スリープがいっぱいいる。食べちゃった、いっぱい。よし。めっちゃいかへん。さて、まずここ。よし、さあ、サクッと獲得行こう、先へ。よーし。またなんか奥に行くタイプか、これ。アイスがあるぞ。下は？なんもない。カッターある。いや、待て。カッターにしようかな。いやー、いろんなコピー能力使いたくなってくるやつ。よし。いや、やべえ！やられちゃう。さて、スイッチはこうやって押しておけば大丈夫。さあ、奥行こうか。ファイヤーだ。ふ、行け。肩強い。肩強いな、ほんまに。なんもないの、これ。へい。行け、勝った。いや、やりて、ちょ、待って。ま、やられる、やる。マジ死ぬ、マジ死ぬ。ワトちゃん、ほんとやめて。ほんとやめて。ワトちゃん、今、普通に今、ピンチやったで、俺。どうしてくれるんですか、ワトちゃん。はい、キーホルダー。キーホルダーいっぱいあるな、ここ。いいね。さあ、こんだけかな。次行こうか。やべ、ドキドキする。行くぞ。あ、出た。棒があるやつ。体力少ねえ、今回。マジやばい。さあ、後ろの敵をやっつけながら、手前も見ていきましょう。よし。全部やっつけてやるぜ。おら！全部、全部壊せ。これ、あと最終的に拾うやつや、最後の最後に。待って。マキシムトマトは欲しい。体力ねえから、今。割とガチで体力ない。え？落ちていった。危ねえ！宝箱も落として。スナイパーもやっつけて。ここのやつをスイッチを押して。オッケーオッケーオッケー。さあ、いい感じに進んでます。早いとこ行かねば。これで。はい、奥来たー。これでどうや。これで多分出てくるやつ全部拾うんやな。いや、体力やっと回復できる。最高すぎる。はい、オープン。サンサンサン、ソーン。完璧すぎる。いやー、じゃあ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 、全回復。こんだけかな。いらんもん、この棒なんて。行こうか、先へ。いやー、暑かった。人生最高。よし。さて、行こうか。次。さて、次は機体。あ、バンダナワドルディがいるってことは中ボス戦だ、多分。絶対中ボス戦だろ。かかってこいや。うわー、ニードル、アイス、カッター。ちょっと待って、一応カッター、使い方ちょっと確認させて、また。よし、オッケー、練習終わり。行くぜ！中ボス戦だろ、多分。かかってこいや。中ボスじゃないんかい、これ。ちょっと待って、中ボスだよな。早倒せってことか。ブロッキー、ファイナルカッター。ほら、よし。カブト割り、カブト切りか、カブト切り、なで切り、なで切り、なで切り。くらえ、スーパーハイパーブーメラン、ガードされた。よし。ほれ。何、ズルだぞ。よいしょ、撃破。やべえ、これ間に合ってないかも。間に合ってない？あ！間に合ってなーい！そんなバカだ。俺は怒ったよ。俺は怒ったよ。もういいよ。アイスで行くよ。カッターの可能性を信じてた俺がバカだったよ。いや、カッター強いと思うんだけど、もっとファイナルカッター当てるべきだった。やっぱ。やっぱね、アイスのね、この、アイスのこの無敵感。これもうジャンプ攻撃をひたすらぶっぱするだけみたいな。このゴリラみたいな性能、君を信じればよかった。よし。いただきまもず。なんてこった、ほんとに。さあ、行こうか。でも、勝ったも楽しいけどな、今の戦い方も。はい、開けましょう。ってことで、サンソン2つ目獲得。うれピッピー。よし、じゃあ次行こうか。まだレアキーホルダーはないよね。怖い。怖いぞ、行くぞ。はい。ジャンプで避ける。またこのヘビとかいるじゃん、ドーン。
下は、な、下、待って、下。なんもなかったわ。下結構広かったけど。あてや、やばいって、やばいってやめろって。うれ。ちょっと上とかも確認しとこうか、ちょっと。結構広いな、上。ねえ。勘弁してくれ。よし、下次、行こうか。ここ何これ、ウェイスパイダーくれよー。いや、上にあるな。あー待って、これやってもうた、これ。ストーンないとあかんやん。落としてもうた、さっきストーン。ダメだ、リーフにはそんな能力はない。うわー最低だ、もう一周だこれ。終わったー、終わったー。まあいいや、何周やっても神はおもろいからな、みんな。ガビはおもろいから燃えねえよ。草だけど燃えたのか。あれ、酸素あったのだ。ちょっと待って、今のはあそこに多分レアキーホルダーあるだろう、絶対。もう俺は悲しいよ。よし、さあゴールですね、行きましょうか。ゴールのところは結構楽勝だな、これ。はい、というわけでゴールゲームだね。はい、ポンポン、はい、6 虚無の6へようこそ。いや、心がちょっと落ち込んでたわ、今俺。めちゃくちゃね。はーい、ということで、ぽよ。見事クリアでーす。まあまあまあ、なんか結構ダメージ食らってたからね。回復できてよかったよ。さあ、キーホルダー。キャピー何個もある。結構今回新しいのあるんじゃない？ザ・ウルトラスーパーデラックスからのスリープカービィ、かわいい。2個だけだった。少ねえ。もっと取ってたイメージあったけど。ここすげえ、なんかすげえ神殿みたいなところに向かってるね。これ。ごめん。5面、6面、次ボスって感じかな。よし、じゃあもう一回やり直してね、レアキーホルダー取りに行きましょうか。ちょ、待って、なんか今上あったな。ここ？え？ショートカットこれ？うわ、クラッシュ、クラッシュ、クラッシュくん！わん、レアキーホルダーここにあった！わーお！え、ちょ、待って、あとクイ何なんだ、じゃあ。クイくん。クラッシュ取れねえかな、クラッシュ。あ、いるいる。待って。クラッシュいただき。うわー、これクラッシュで本来やっつけるとこか、ここって。クラッシュの力解くと見よう。前も見たっけこれ、確かね。最終兵器だよっていうやつ。いきましょうか、ボス戦だー。うおー、ブロッキー弾き止めー。耐えやがった、ナイト。はい、よし、オッケー、撃破ブロッキー。やっぱクラッシュって強いわ。うん、クラッシュ。え、じゃああのクイって何なんだろう、クイのやつって。よいしょ。なんかしょうもない宝箱かな、これ。しょうもないって言い方変だけど。あはは、結構いい。キーホルダーは入ってた、キーホルダーは。ありがとうございます。さて、改めてゴール2周目で、ダイヤ2周する。はい、ではゴールゲームもう一回いこう。でも中ボスいるところ2周目、めんどくさいけど、やっぱボスと戦ってコピー能力の練習になるから楽しいな。イエイ。ね、今完全クラッシュやけどな。さあ、うとうと集めてカービィで出てきた敵だね。全然覚えてない。さて、アニマルカービィ。あー、夏いアニマル。もう一回出てこないかな、アニマル。出て出たいよ、アングリー。あー、この顔好き。はい、次。で、シャッツォ。で、マトリッツォみたいな名前してるやつ。違う。さあ、夢の泉デラックスの敵でした。新しいキーホルダーいっぱい集まったね、今回。やったぜ。はーい。というわけで、じゃあ皆さん、今回ここまでにしましょうか。さあ、星のカービィトリプルデラックス。現在、ここ。4の4攻略のところまで、全3ストーン。そして、キーホルダー。あの、レアキーホルダーは回収できております。引き続き全部のね、集めて 100% クリア目指して頑張りましょう。それでは最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録してない方はチャンネル登録や高評価よろしく。また見てね。おつぱいよ。バイバーイ。